シュハジメトールは、朝鮮朝老派教会の牧師。牧会では、御言葉の説教、霊典、回帰を厳正に言ったと言われている。説教では精霊を受けることを強調した。シュハジメトールは、イエス・キリストが私のために十字架にかかって死んだので、自分も死を恐れず、一死覚悟あるのみだと語っていた。1910年12月25日。 熊川教会にて、キリスト教に入信。1916年、延べき専門学校に入学するも、眼病により中退し、熊川に帰郷1920年5月27日、馬山文章協会で開催された、金益とによるリバイバル集会に参加し、深い精霊体験を得た。これは、障害における信仰的な転換点となり、 主は1922年から1925年の間、平壌長老人学校で学び、1926年から牧師を務めるようになった。1929年、神社参拝が偶像崇拝に当たるとして、喜び南老会に神社参拝反対案を提出した。1935年、約200人の牧師たちに向かっての説教で、 ヘロデアンティパスの罪を告発したバプテスマのヨハネ、ダビデに悔い改めを迫った預言者、ナタン、宗教改革者、マルティン・ルター、ジョン・ノックスらは、一死覚悟を持っていたと、主は主張している。1938年6月末、神社参拝は、宗教ではないと主張する日本、キリスト教会大会議長の富田光に対して、神社参拝は、 偶像崇拝だとして、神社参拝は信仰と魂に関わる問題であると主張していた。主はじめトールは、神社参拝を、ー瀬の十戒に反する罪だと考え、神社参拝をする、者たちは地獄に落ちると信じていた。主はじめトールは、富田光に対し、富田牧師、あなたは、豊かな神学知識を持っておられる。しかし、あなたは聖書を知りません。 神社参拝は明らかに第一回を破っているのに、どうして罪にならないと言われるのですか。と言った。その後五度刑務所行きになり、1944年4月21日に、平安刑務所で死亡。経験に遺言をもって、命の言葉者、2000年2月。ありがとうございます。